今日もやってまいりましたブランディングの知恵袋のコーナーです。今日も素敵なゲストさんお招きしております。今日はですね、司法書士法人オフィスワングループの代表を務めております島田雄介さんです。おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。今日よろしくお願いします。すごい爽やかな方ですよね。いや、ありがとうございます。ぜひ皆さん動画でご覧いただきたいなと思うんですが、今日はですね、ちょっと聞き慣れないことをお伺いしようと思ってます。はい、ですね、最近すごくブームになってきてるってことなんですが、はい、家族信託っていう言葉ですよ ね、 はい、ちょっと聞き慣れなくて、私もついさっき聞いたというところなんですけれどもちょっとその辺からお話聞きたいなと思うんですが、はい、お願いします。難しいですよね、あんまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、はい、そうなんです。家族信託クエスチョンが10個ぐらいみたいな感じですけど、はい、でももう文字通りそのままなんですよ。まさに家族信託、家族に無料で財産を預ける制度っていうものなんですけど、これ本当に2年前ぐらいから普及し始めまして、平成19年から始まった制度なんですけどね、はい、なかなかまだまだ知られてない制度で、ぜひ知っていただければなと。ということなんですね。はい、私も本当に2年前からですから、経済状態をさっき知ったというところなんですけれども、司法書士の方ですと、後見人、そうですね、はい、はい、後見人制度ですよね、はい、っていう仕事が私の中でこうポピュラーにあるんですけれども、ちょっと違いを知りたいなと思うんですけど、おそらくそれですね、はい、我々もよく後見制度と家族信託って何が違うのって結構聞かれるんですよ。で、まず後見制度ってですね、そもそもちょっと言葉悪いんですけど、はい、例えばおじいちゃんがボケてしまったので、おじいちゃんのお金とお家とかを管理する人を選んでください、裁判所さんみたいな制度なんですよね。裁判所さんがそこに入ってくるんですね。その裁判所が入ってくるわけです。いろいろこの後見制度ってちょっといろいろ弱点があってですね、例えば、おじいちゃんの、相続税対策したいですとか、はい、家売りたいですとか言った時に、裁判所の、許可をもらわないといけないんですよ。いいですか裁判所さん売ってと、そうなると、裁判所としては何のために売るの、はいはい、理由がないと売っちゃダメですよっていうので、基本的にこう財産が動かせないっていうのが、いわゆるこの後見制度の、ちょっと課題というところですよね。でそれに比べて今、冒頭お話させていただいたこの家族信託っていうのが、認知症になる前に家族に財産を預けましょうっていう制度なので、どちらかというと裁判所は一切出てきません。なるほど。なのでそこが、裁判所が入るか入らないかっていうところが大きく違いますよね。財産がこう動かせ動かせないって、すごい大きいですよね。どこで影響してくるかっていうと、皆さんご存知か分かんないんですけど、実は2年前に、相続税の改正がありまして、すいませんでした、知らなくて。いやいや、はい、東京在住ですよね。関東にお住まいの方ってすごいインパクト大きいんですけど、実はですね、相続税の改正が2015年にありまして、どう変わったかっていうと、実はですね、年間亡くなる方って大体120万人か130万人ぐらいなんですよ。なるほど。でそのうちの約 4% ぐらいが相続税かかるというふうに言われてたんですけど、相続税変わってですね、なんと 20% ぐらいになりまして、東京に限って言うと約5倍ぐらいなんですよ。すごいですね。で全国平均でいうと 8% ぐらいなので、倍近く相続税かかるようになったと。はい、これちょっと厄介なのが、そうですね、認知症の方って実は今増えてまして、すごい増えてますね。増えてるんですよ。ちなみにですね、80歳を超えると今5人に1人は認知症っていうふうに言われてまして、はい、認知症になる、じゃあ後見制度を使おう、そうすると裁判所がですね、この相続税対策しちゃダメですよっていうのを言うんですよね。認知症になってからではダメだってことなんですね。そうなんです。基本我々よく相続税対策で、基本この不動産の活用とか、いわゆる家の活用とかですね、保険の活用っていうのがもう不可欠なんですけど、裁判所としては、いや不動産動かすな、いや保険なんか組まなくていいよ、お金そのまま維持しなさいっていう制度なんで、だから相続税かかる方は増えてる、はい、認知症になる方も増えてる、でも後見制度使うと、できない、対策何もできないみたいな、っていうのが我々やっぱ相談すごく多くて、なるほどね、じゃあいい制度がありますよというところで、認知症になって後見制度使うと、
ん、何もできないので、うんうん、じゃあ家族信託したらどうですかっていうのを今ここですね、本当4年前ぐらいからお勧めさせていただいてて、そうですか。でもですね、本当こう2年ぐらいですね、普及しだしたのは、なので家族信託裁判所挟まないので、はい、もちろん認知症になる前に、うんうん、まあ、家とかお金とかを預けてしまえば、今度預かる人が出てくるの で、 そうです、ね、基本的にはやっぱり息子さんとか娘さんなんですけど、その方と我々でうまく相続対策を進めていきましょうってできるのが、うん、この家族信託のいいところですね。なるほどね。なんかもうちょっと前から出ててもよかった気がしますよね。いや実はですね、でもあれなんですよ、平成19年からなので、あ、そうかそうか、10年前からなんですけど、うん、まあ、ようやくこう浸透しだしたのが、うん、まあ、ここ2年ぐらいかな。多分今日聞いていただいている方もほとんど知らないと思うので、そうですよね、いや、ぜひ知ってほしいなと思って。そうですよね、急速な勢いで広がってますよね、はい、広がってますね。で、その島さん本も書かれたということで、 ありがとうございます。はい、今日お持ちいただいたんですよね。皆さんちょっと動画で見てくださいね、はい、家族信託の教科書という、そのものですね。でもこれ一冊読むと全てがわかるっていうことですよね。もう 100% わかります。例えばですね、素晴らしい成年後見制度のことももちろん増えてるんですけど、じゃあ遺言と家族信託何が違うのかとか、じゃあどういう人が使ったらいいのかとか、この辺をすごく、まあ、教科書っていう名の通り書かせていただいてますので、まあ、ぜひアマゾンで、そうですね、発売中でございます。パラパラっと見せていただいたんですけど、はい、すごく読みやすくて、熱くないんですよね。薄いですよね。中身はしっかりあるんですよ。はい、なんと2週間で書き上げたというすごい、ね、根津ですよね。あ、素晴らしいですね。やっぱどうしても我々って法律家の話とかになると、うん、信託とはみたいな、すごい難しくなるんですけど、うん、そうですね、こういかにですね、噛み砕くかっていうのが、うんうんうん、まあ、すごく重要で、うん、だから、まあ、どういう人が使えてとか、うん、いや実は私だったら使えるかもっていうきっかけの一つにしていただけるとすごい嬉しいなと思ってます、ね、そこが大事ですよね。なかなか、ね、知ってる方がまだ少ないという中で、うん、どんな方がそのお客様の中で多いというか、どんなタイミングで皆さんお話を持ってくる感じですか。やっぱよくあるのはですね、うん、さっきちょっと申し上げた、うん、まあ、相続税自分とか大丈夫なんだろうかとか、うん、ちょっとお父さん80歳超えてて、まあ、多分結構いらっしゃいますよね。まあ、意外とこう口に出しにくいけど、自分のお父さんちょっと最近やばいんですよねとか、そうそう、心配ですよね。自分のお母さんちょっと最近もうなんか言ってることおかしくて、うん、なので、まあ、でもまだサインとかできるので、今のうちになんかやっといた方がいいんじゃないかなっていう相談結構多いですね、うんうん、で意外とこの信託の僕すごい、これす画期的だなと思ったのがあって、例えば、うん、子供が実はちょっと障害を抱えてますと、うーん、今実は多いんですよ ね、うん、すよね、放課後デイとかもありますけど、はいはい、障害を抱えてる子供、じゃあご両親がご存命の間ってすごい自分たちでご支援して、うん、面倒も見て、はい、生活も支援できるんですけど、うん、じゃあ自分たちが、うん、まあ、年を取ってって、亡くなった時にこの子は誰が面倒見るんだろうっていうのをすごい心配されてる方いらっしゃるんですよ。なので、不安だと思うんですよね、うんうん、でやっぱこう介護施設の方とか、はい、ケアマネさんから相談いただくんですけど、うん、そういう時にまさにこの家族に預けるっていう制度を使っていただくと、うん、例えば自分が亡くなった時は、うん、例えば吉村さんに財産預けますと、うんうん、じゃあ自分の障害を持っている子供のために財産ちゃんと毎月あげてねとか、渡してあげてねっていうのが、これこそまさに信託の醍醐味かなと。すごいですね、親としても安心ですし。いや、絶対そうなんですよ。なので、まあ、本日障害抱えてる方とか、うんうん、いわゆる同性愛者の方とかも、はい、いわゆる本当に何か悩みを抱えてる方にこういうのを当てはめていくと、そういう解決の手段として使えるんじゃないかなと思いますけどね。本当ですね。なんかこれもっともっと広まった方がいいんじゃないかなって聞けば聞くほど思いますけどね。はい、そうなんです。ね、まあ、ぜひ本当広めたいところで、うんうんうん、ようやく2年前ぐらいから広まってきたので、うん、まあ、我々も今本当いろんなところセミナーさせていただいたりとか、勉強会させていただいてたりするので、まあ、ぜひそういうところを知っていただきたいですよね。そうですよね。この制度を使わなかったために残念だったとか、この制度を使ったために良かったみたいな例とかってありますか。
ありますよ、遡ると、はいはい、やっぱり我々こうどうしても相談させていただくと、うんうん、まあ、ご提案して、まあ、我々のちょっと説明が至らない点もあるんでしょうけど、まあ、ちょっと今回は見送りますという方もいらっしゃいますし、はいはい、もうその場でやりますという方もいらっしゃるんで、例えば、いや今回見送りますと、はい、で1ヶ月後に電話あるんですよね、はい、で どうしたんですかと、うんうん、いや実はと、うん、ちょっとお父さんが階段から落ちて、うん、今から信託したいですみたいなのがあって、まあ、これちょっと残念なのが、うん、認知症になる前じゃないと、はい、この信託契約なので、うん、あなたに財産預けますよっていう、うん、自分の気持ちは伝えられないんですよね、はい、だからサインがいりますもんね、サインがいるんです、うんうん、なので早めにっていうのはやっぱありますよね、だからそのケースもやっぱりもう意識がちょっと弱かったので、はい、ちょっと今からはもう難しいですよねっていうので泣く泣く我々としても手伝いしたいのに、うん、できないっていうのは非常に残念だったなと思うので、なるほどね、だから遺言とかもやっぱあるんですよ、はい、じゃあ来月遺言書きましょうって言って、うんうん、まあ、それまでにやっぱ亡くなったりするケースもあるので、うこういう相続対策に関しては、もう毎回言ってるのが、思い立ったが吉日ですと本当そうですね、もう本当なので、うん、今日聞いていただいて、うん、あ、なんかやらなきゃと思った方はぜひっていう、うん、今すぐ動きましょうって、ね、動画見た方はその瞬間にぜひみたいなところですよね、うん、私もあの話聞いてて、いやちょっとお願いしますって気持ちにやっぱなりますよねだから本当にもう、うん、やっぱ今大人の就活ってジャンルだと思うんですけど、まあ65を過ぎると、まあ、一つのいわゆる、ね、高齢者定義ですからね、だから65を超えるとちょっとそういうのを考え出してもいいんじゃないかなと。そうですよね、まず何から考えるかっていうと、うんうん、まず自分の棚卸しからやってもいいんじゃないかなと、うんうん、例えば自分財産何を持っててとか、うん、自分の家族こういうのがいて、うん、どうしたいのかなとか、うん、なるほどね、ありがとうございます、はい、なんか全然話が尽きないんですけれども、そうですね、はい、ホームページの方にお問い合わせすれば大丈夫ですかね、ぜひ、はい、いろいろ載ってますので、はい、オフィスワングループ、はいはい、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます、はい、今日は本当にいいお話ありがとうございました、ありがとうございました、はい。